ええ、そうですね。今回の衆院選を振り返りますと、まさに歴史的な勝利と言っていいかと思います。実に議席の3分の2を大きく超えています。民事党が国民の民意を得たと、その分大きな責任を背負ったと受け止めております。総理、青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか。大変大きかったです。荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし、青木さんの功をなくしては語れない選挙でした。青木幹事長、今の総理の言葉を受けて一言お願いします。今回の選挙で民事党は大きく変わります。この国を良くしたいという我々の思いは、中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けします。これまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ、既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日の下にさらします。私のこうした理念は、かつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。何か？幹事長、あの速報はどういうことでしょうか。殺人で逮捕状とありますが。いえ、どういうことだか。手違い。そう、何かの手違いです。記者の皆さん、落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね、幹事長。ちょっと幹事長、説明お願いしますよ。あなたの本名は荒川雅人。先日横浜で殺された暴力団組長荒川雅美は、あなたのお父上ではありませんか。すいません、同僚生、ご退場を。幹事長、幹事長、待ってください。幹事長、説明してください。荒川雅人って名前に聞き覚えありますよね。青木亮は偽名ですよね、幹事長。だから天道とは電話がつながらないんだ。もう何度もかけてる。荒川組の事務所も誰も出ない。で、そっちはどうなってるんです。総監、私に逮捕状って一体。確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れていません。テロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると聞いています。仮にそうだったとしても、それをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか、早急に説明をつけなくちゃならないんです。とにかく今は軽率に動かないことです。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきかと。そうはいかない。一番が、春日一番が、もし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。天道の親父とはまだつながりません。今連絡のついた若い衆はミレニアムタワーへ向かわせてます。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。これを一番がやったってのか。あの一番が。
天道。へ、どうも。なんでずっと電話に出なかった？見ての通り、ちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは？ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ。あ、そうか。ハッタリだったのか。そうか、そうだったか。ふん。で、一件落着でっか？いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でも、もうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと？全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は？なかなかの役者じゃねえか、春日。だろ？今度オーディションにでも行こっから。どうでした、俺の芝居は？一番。お前、なんで？若、まだ続きがあるんです。天道。どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は？何を言っている？一体何の話を？天道が二人？さすがだな。ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイス。いろんな人間に姿を変える私の通り名なんですよ。いや、しかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ！バカ！もうここまでですよ。潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか？若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように、俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって。若、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんた、もう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょう。何？知事になって昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです？今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんで、てめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は
手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だよ。そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。知ったような口を聞くな。でもそれが事実だろう。事実だとしても俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。やれ、こいつら全員ここで始末しろ。確実に始末するんだぞ。私の番です。寝てんのか。なんや、おい、寝てんのか。ほら来いよ。こいつでどうだ。なんや、もう終わりじゃない。やめんなよ。こいつに決めた。デリバイよろしく。即死と副上司。この身はサービス。スタートね。ウィキーレ、ヒダリーレ、フィニッシュレ。またのご利用お待ちしてます。ほら来いよ。俺の番。見せてやるよ。
かかってきなさい。しんどいね。叩きのめす。仕切り直しといきますか。痛い目に合わせますよ。こっちに来い。警護の連中が奴に集まりゃ、あれだけがっちり守られちゃうと。かまずは警護の連シャッキリしたで。来られ。行くで。来るのか。私の番ですね。なんや、してみろ。来ねえ。まあ、本気でやって。どうしたんや。絶対負けない。せーらー。こいつでどうだ。あえ、遊んでくんないかな。私が相手です。なんや、寝てんのか。本気でやって。痛い目に合わせますよ。もうちょい楽しめると思ったことない。やめようと思ってる。決めた。はデリバリーよろしく。うわ、本気か。都知事だもんね。どんな奴が呼べるん。さあな、兵隊か戦車でも。何でも呼び合う。さーて、分けると思ってるよ。あ、そうだ。ちょっとおとなしくしてて。よし、行くぞ。誰にか、まあ、本気でやってん。こいつに決めた。あ、デリバリーよろしく。マジマグロ飲みましょ。
なれましたね。成長できるとはな。